はい、今日もあなたは百姓天国、本日は2020年の1月17、さあ枝をね片付けております。はい、この感じでね、もうパンパンになってきて、もうちょいですね。入れてくれたら俺が踏んづけるから、ちょっと待ってて。その、こういうやつも放り込んで。小さいやつな。これだな。よいしょ。意外とかさばるんですね、これでね。よいしょ。さあ、もうちょっとですね。よいしょ。だいぶね。よし。よいしょ。よっからしょ。で、まあまあちょっとね踏んでみますかと。よいしょ。よし、いいよ、はいはい、よし、できればね、ブルーシートとかかぶせなくて、このまま行きたいところなんですけど、この後ね、この業者さんに持ってってね、処理してもらうんですけども、はいよ、よいしょ。今日はいい天気になりましたな、午後から晴れまして、ちゅことで、このまま？もうちょいね、はい。はあ、もうちょっとね、小枝とかと廃材とかまた別に持ち込まないといけないんでね、仕分けしながらね、処理することになります。まあ結構やっぱりね、お金かかりますよね、処理はね。燃やしちゃえば簡単なんですけど、ちょっとねもう燃やしてるあの時間も、まあ基本やっぱり野焼きはできればね下げた方がいいので、農家ですからね、まあ野焼きをやっちゃいけないというわけじゃなくても、基本ね、ここら辺は住宅街ですからね、あまりこう迷惑かかるようなことはね極力やらないということでございます。よいしょ。これもお金払ってね処理していただきます。なんじゃない、あそこの下にほら、それ一本あるよ、それだけでいいかな。はいはい、いいよ、よし、はい、はい、ということで、ここからね、次は業者さんに行って、処理してもらう様子をね、撮影できればと思います。いや、今日はいい天気。
感じでね、今処理してもらってます。一発ですな。じゃああとは細かくね片付けるということでございます。はい、ということで今からね入るところですけれども、こんな感じで、ね、順番を守ってなかなかの光景ですわな。で入るときにね、この重いところに乗って、下ろしたね荷を確認して、それでもって、その分のね料金をお支払いするということでございます。なかなかすごいわな。まあこういうところはすぐ近くにね、まあ愛知県内あったんでね、助かりましたよね。はあ、これでねだいぶ、進んでおります。まあ、木材はなんかもね再利用するのかな、再利用多分するんですよね。すごいね。はあ、だいたい1キロ、キロ10円なんでね、だいたい2000円か3000円もいかないぐらいなんですけどもね、まあそれでね、片付けていただければというふうには思いますが。はい、ということで、今明かりが終わりまして、いくらでしたか、ということでね、こう書いてあって全部で2000円でしたね。まあまあそんな感じでね、軽トラ1杯2000円でね処理していただいたということでございます。はあね、こうやってまた戻ってね何回か繰り返すことになるんですけど、あとまあでも 1,2 回で処理できるかなって、ことで以上でございました。